毎日ブログ生活897日目。強炭酸水の需要が伸びていることから、瞬間接着剤が手につかない2つの方法を語りました。餃子を食べ出すと5個6個では満足しない。久留米でポンドを専門に販売している末慎こと末安慎二です。今日も張り切ってお願いします。今日のお題は、瞬間接着剤が手につかないための2つの方法。昨年から長引く自粛生活で炭酸水の需要が伸びている。ヘルシーでストレス発散にもなる飲料として、炭酸の刺激でスカッとさせてくれる炭酸水だ。今までは飲み屋さんとか炭酸割りとして扱われていたが、健康志向の高まりやストレス発散としてニーズが高まっている。炭酸水は飲む刺激だけではなく、視覚、触覚、聴覚、飲み心地など五感で刺激を感じられるようだ。特に刺激を求めて強炭酸水が多く出ていて、各メーカーが強力な炭酸水に力を入れている。強力といえば、強力な接着力の瞬間接着剤がある。瞬間接着剤は手にくっついたらなかなか取れない。男の子なら誰しも経験しているはず。そこで、手についても指がくっつかない接着剤はないのか、そんな質問を受けました。そんな便利な方法はあるのか。実はあった。答えは、ハンドクリームを手に塗ってから瞬間接着剤を扱うと手に付着してもすぐに取れる。一体どういう原理か。ハンドクリームやワセリンを塗ると指にくっつきがにくくなる。これはハンドクリームもワセリンも主成分がワックスや油なので、瞬間接着剤が指につきにくくなる。作業前にハンドクリームを塗るのをおすすめします。万が一指にくっついてしまった場合は、指と指がくっついた場合ですね、無理に剥がすのではなく、40度くらいのお湯につけて揉むように洗ってください。また専用の剥がし液アロンアルファ剥がし体もある。主成分がアセトンとエタノールでできている。くっつかないようにするための一工夫が大切である。ハンドクリームとワセリン、そして剥がすときは剥がしたい、この3つがあれば瞬間接着剤を安心して扱えますね。ボンジョから素敵なプレゼントをいただきました。事務所の鍵をつけるのにぴったり。だんだんと腕を上げているボンジョです。ではまた。末慎でした。